高浜町と舞鶴市の連携イベントがこのほど行われ、参加した親子がバスの乗車体験と舞鶴赤レンガパークでの工作教室で交流を深めました。キッズバス乗車体験と名付けたこの日のツアーでは、若狭高浜駅前に3組11人が集合。バスに乗り込むと舞鶴赤レンガパークに向け出発しました。東舞鶴駅前で舞鶴市の親子6組と合流した一行は舞鶴赤レンガパークに到着。京都交通の職員から路線バスの乗り降りの仕方やバスの特徴などについて説明を聞いたり、運転席に座って写真を撮るなどして楽しみました。降りるときにお金がいりますよね、路線バスはね。その時に皆さん撮ってもらったこの整理券というのが必要になってきます。整理券というのはどこで乗ったかということが分かるようになっている券です。乗ったバス停によって順番に番号が変わっていくようになっています。若狭高浜駅前から東舞鶴駅前にかけては平日往復5本、土日往復4本の路線バスが運行しています。乗車体験はこの路線バスの周知と利用促進を図ろうと行われたものです。この後パーク内で子ども向けの工作教室が行われ、親子らが舞鶴市の職員から作り方を聞いた後、両替機作りに挑戦しました。両替機は説明書に沿って厚紙を切ったり折るなどして作るもので、参加した親子らは互いに相談したり職員に聞くなどして作業を進めていました。最初どこから山折りはこっち側に折って、こう、うん、反対側も折って、で最後に貫通させて振り子を作って、このキッズバス乗車体験は高浜町と舞鶴市の連携プロジェクトとして、県域を超えた交流拡大と観光振興につなげようと去年12月に続いて行われました。参加した親子らは乗車体験と工作教室を通して交流を深めていました。できました、いずれまあバスを利用することもあると思うので、まあ、先駆けてちょっと参加させていただきました。ちゃんとこれ見て、子どもが思ったより楽しんでくれてたので良かったです。はい、なんかこういう体験をすると夢中になってしまうほど好きです。貴重な体験になってよかったです。まあ、今回をきっかけにこの特別な日にでもいいんですけれども、まあ公共交通にこう利用していただくというようなことが広がっていけばいいなというふうに考えております。なかなか普段乗る機会って少ないと思うんですけれども、まあ例えば子どもからお父さんお母さんに、またあのおじいちゃんおばあちゃんに向けて、たまにはこうバスに乗ってみようよというような機運がこう醸成されればいいなというふうに考えております。